こんにちは。せーの、こんにちは。ありがとうございます。もう多分みんなゆでだこになりかけてるんだと思うわ。火が通ったら喋れないでしょ。みんな暑いもんね。ごめんね、最後まで残ってくれて本当にありがとう。西山小雨と言います。仙台出身、東京在住、今日は名古屋からやってきました。毎日ライブで幸せです。今日は皆さんと最後までゆっくりゆっくりしたいと思います。本当に暑かったら飲み物とか頼んでください。ご飯はまずいのかな。ご飯もいいそうです。かすうどんが一押しだそうです。さっきご利用しされました。なんで大丈夫だと思います。お腹が空いた方、喉が渇いた方、飲みながら食べながらゆっくり楽しんでいきましょう。ではみんなの故郷はどんなとこかな。光が差し込む空。
ありがとうございます眠くなったら寝てもいいけど、今日はお出かけ日和なので自転車に乗ってる気分で聞いてください。自転車コロコロ。自転車コロコロ流れていく川沿いを、見慣れた景色が風になってすぎる。自転車コロ転げ落ちていく坂道を、ブレーキの音が鳥の鳴き声みたい。キッキッキッ。自転車コロコロ流れていく川沿いを、見慣れた景色が風になってすぎる。自転車コロコロげ落ちてゆく坂道を、ブレーキの音が鳥の鳴き声みたい。キッキッキッ。公園に入ると子供たちの声、ボールのかける音、金木犀の匂い。公園を抜けたら短い上り坂、ガタゴトの踏切、犬の散歩をするおじさんたち。風になってすぎる。自転車コロコロげ落ちてゆく坂道を、ブレーキの音が鳥の鳴き声みたい。キッ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 キありがとうございます。よいしょ、よいしょとか言うと年がバレるからやめよう。さっきせっかくねしおりちゃんに20歳で同い年だと思ってるからって MC で言われたから、ちょっとそれを通そうかな。29です、どうも本当にもうすぐ30だよ、嫌になっちゃうぜ。もうあーやんなっちゃった。あまあでもね、音楽やってると本当に年齢関係なくね、10代から何十代までご一緒できるわけで本当に幸せなことですね。ね、いい日だなやね。あ、マイメンです、ウクレレさんです、こんにちは、どうも私のメンバーなんですけれども、今度新しく27日にコンピレーションアルバムが出ましてですね、その中に1曲入れていただくことになったので、キャスファイルとはまた別なんですけどね、次に大阪に来る時には持ってこれるといいなと思っております。なので今日はその曲を歌おうかね。聴いてください、心畑。生まれた時から僕の似顔、小さな畑にとんがり帽子のかかしが一人、右にはカラカラ風を見取り、種にはいろんな色があって、赤や黄色や緑やしましま、元気に育てば花を咲かせて、
ポンポンポンと綿毛になって飛んでいく。雨の降る日は歌を歌って若葉に輝く雫をためる。雨明かりの虹が見えたら明日はもっと素敵になる。もっと笑って、もっと話して、その心を咎めるものはない。もっと笑って、もっと泣いてよ、僕の中の僕よ、声を聞かせて、閉じ込められた種たちは腐って小さなしこりになる。その天気は僕だから、その土は僕だから、たくさんおいしいものを食べて畑に肥料をあげましょう。もっと笑って、もっと話して、その心を咎めるものはない。もっと笑って、もっと泣いてよ、君の中の君よ。もっと笑って、もっと話して、その心を咎めるものはない。もっと笑って、もっと泣いてよ、悲しい話をしよう。時にはそう喧嘩をしよう。土が腐ってしまわぬように、土が腐ってしまわぬように、土が腐ってしまわぬように。ウォーなんだなありがとう、心畑。いや、思うように行きたいもんですな、行きたいもんですなとか言うとおじさんみたいな、行った行きたいもんでございますわね。あの、では一曲、もう一曲ウクレで聴いてください。ウクレっぽいメロディーで、リズムでやります。私のうっかり恋の歌、寝言。遊び疲れ眠った夜、君が変な寝言を言うもんだから、寝ても覚めても何を知ってても、寮の耳から余計が出て止まらないのです。でも君は知らんぷり、何もなかったみたいに、まさかあれは僕の夢か、なのに夜も眠れない。君はただの友達です、くだらやの変態です。いつも同じ服を着て寝癖だってそのままのくせに、なんでそんなに可愛いの、なんでそんなに眩しいの。あの寝言を聞いて以来、僕の頭の中君のことだけ。病は力って言うもんでしょう、気がついた時にはもうすでに手遅れて、マジで送りたグレイのジャケット
たのに目も合わせられない、君はただの友達です、寂しんぼの気分屋です、あれやこれやすぐなくすし、朝寝坊の天才のくせに、なんでそんなに可愛いの、なんでそんなに眩しいの、あの猫と聞いて君のことだけ、ハンドンドンドロッドロラララのラララララのパパルラパララ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 ラ、突然君がもたれてきて、二つのことが重なる、そっと目を開けるとそこには知らないおじさん、地下鉄の椅子よりがかってたのは僕の方、変態です、いつも同じ服を着て、寝癖だってそのままのくせに、なんでそんなに可愛いの、なんでそんなに眩しいの、あの猫と聞いて以来僕の頭の中もうやだ、君はただの友達です、流れやねえ、ときめきもイライラもそこらに転がっているものでございます。本当にね、なんか今日いろんな出演者の方が出てきて、なんか日々の悩みとかね、年頃のね、なんかいろいろあるんだなと思って、そんな頃もあったなぁと思いながら見ておりました。まあね、学生には学生の悩みがあるだろうと思う、社会人には社会人の軋轢みたいなものがあると思う、そういうなんかイライラしたものでね、うつうつしてしまうけど、そんなもん吹き飛ばして音楽楽しんだりとかね、そういう瞬間がたまにあるといいなと思います。新しい曲を歌います。気に食わないという歌です。何もかも気に食わない、誰か僕を助けてよ、目の覚める恋がしたい、誰か僕を見つけてよ、今手を差し伸べてくれたらどこにでもついていっちゃう、めんどくさい、でも一人ぼっちは寂しいから、ベッドに潜って SNS リップを書いては消してる、
りでトランプフローで熱唱壁に向かってキャッチボール楽しい楽しい楽しいあーつまんないいつからこんなひねくれたのほら鼻が曲がってきてるよ言いたいことがあるのなら声に出して声に出して何もかも気に食わない誰か僕を助けてよ目の覚める恋がしたい誰か僕を見つけてよ今手を差し伸べてくれたらどこにでもついていっちゃうのになよ言いたいこと本当のこと声に出してねえ声に出してへえへえ何もかも投げ捨てて好きな歌を歌いたい他の誰でもない君と恋がしたいもう最初からで直します僕の声が聞こえたらもう一度目を見て笑ってありがとうございます気に食わないという歌でしたまあ、大体ね、気に食わなーいっていう時はひねくれてる時なんですよ。そういう時はパーッと歌ってね、パーッと好きな曲聴いてね、自転車でガーッと滑走してね、そんなものトイレに流しちゃいましょう。そしたら明日からまた楽しくなるよ。いや、本当に長い時間この夏の教室のような空間の中でお疲れ様でした皆さん皆さんに拍手最後までいてくれてありがとうありがとういや本当に仙台出身東京在住でなかなか東京には来れません東京じゃねえわここは大阪にはなかなか来れませんがまあでもなんだろう思い出すだけであちょっともう一頑張りしようかなと思えたり元気でいればまたお久しぶりって会えたりとかするものですだから何事も健康が一番皆さん水分ちゃんととって暑さ寒さに気をつけて元気にお過ごしくださいまた会えますように今日はありがとう最後の曲です長生きをしましょう途端にまた思う
ますのでしょうか。君を泣かすぐらいなら世界の終わりも飛び越えられそうね。君は今日も元気ですか。人混みの街で今夜も空いっぱいの幸せが君に ありがとうございました。しっかり水分とって本当にありがとうございました。西山小雨でした。また会いましょう。ありがとう。ありがとうございました。イエーイ、イエーイ、ドーン、ドーン、ドーン、あ、そういう感じ。なんかやってる。はい、すいません。いや、まさか9つも上だとは思いませんでした。失礼しました。いや、とんでもございません。タメ口でお願いします。だってほら、え、いや、多分そうやと思う。逆サバ読んでると思う。え、29ってこと？あ、そういうことじゃない。あれ、あれおかしいな。神山氏同い年っつってたことには変わりはないけれども。いや、多分年齢ごまかしてるなと思って、逆やろうなと。うん、大学生にタメ口聞かれます。西山小雨です。どうも。みんなタメ口で喋ってください。え、びっくりしましたよね、初対面の方。多分初めて見られた方びっくりしましたよね。なことねえよね。ほら、うなずいてるもん。本当見てなかったよ。ほらら、そこに行っときましょう。よくわからぬ。それでは、え、なんか皆さん出てきません？せっかくなら今日出演された方。トークはいいんですか？もういいです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でし た。ありがとう、みんな。最後まで言い残したことあったら今のうちですね。長生きしてください、みんな。はい、告知だけ。告知、あ、ね、6月10日武藤の日に、武藤の日に私のレゴ初ワンマンライブがなんと東京の下北沢でございます。
たまたま東京にいる人、ぜひ武藤の日は東京に、東京にじゃ下北沢の私のところに来てください。お待ちしておりまーす。イエーイ、はい、お待ちしてます。台東の日覚えやす、はい、ありがとうございました。覚えやすい。